とりあえず、前回しくじったところまで頑張って戻すか。よし、戻ってきたね。で、ここ落ちればよかったのかな。これ間違ってたら悲しいけど、なんとなくこっちっぽいんだよな。だってほら、陸地にほら、着いたもんね。嫌な予感がするな。これは？もしかして？これはもしかして？間違ってる系？こっちかな？よし！着いた！あ、なんかいる。あの人は無事に着いたかな？懐かしい山頂！山頂！生きてたのか。
でしょうね。まあ早く会いに行ってあげるか。やったー、やったよー、早くセーブがしたい。やった、初めての故郷、初めての故郷ですよ。これ正面から入っていいのかな。入れるね。ようこそグランバニアへ。これはなんだ、もう上に上がって王様に会ってもよかったんだっけ。それ俺の親父ですよ、親父なんだよ。てか山頂に会いに行くべきかな。山頂どこだ、あいつどこにいる。てかまずちょっとここ教会か。よし、ちょっと一旦セーブさせます。ちょっと一旦セーブさせてもらいますね。よし、セーブ終わって、じゃあ一旦ここでスロット回しちゃうか。できれば仲間モンスター勧誘したいんだよ。この辺オークキング出るからね。あ、ちょっとすいませんね。アマレココが落ちた。ちょっとごめんよ。これでいいかな。よいしょ。行ったかな？うん。じゃあ、スロット回しますね。せーの、はい。ストップ！お！やった！これはいいよ！あ、でもちょっと待て。ちょっと待て。いいのか、これ。回復禁止きついよ。ちょっと待てよ。でも二人命大事にがいるな。これは、ピエールに全てがかかってるな。最悪、ちょっと、キングスからベフォーマンに切り替えるという、ちょっと、若干卑怯感があるけど、そういう手もありますね。まあいいや。じゃあ今のうちにちょっと作戦は変えよう。あ、でも、ビアンカがいるのか。まあ、いいや。確かね、サンチョに会えば話が進むじゃなかったかな。サンチョどこだっけ？あいつ確かね、なんか気使ってんだよ。周りに。なんか外にいるんですよ、確か。こっちにいるんじゃなかったっけ？サンチョ。これ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 。これがサンチョの家なんだよ。かわいそうでしょ。中に住ませてやれよ。あら？お客様がいらしたみたいね。それでは私はこれで。はて、どちら様でしたかな？いや、この服を見てよ。こんな服着てんの、俺しかいないでしょ。ん？まさか。もしかしたら。もしやまさか。坊ちゃん。そうですよ。やっぱり坊ちゃんと間違いない。生きていなさったんですね。それ、もっとよくお顔を見せてください。本当に立派になられて。ところで、そちらの美しい女性は。私を山頂さん、わからないかしら。ビアンカよ。ひゃー、あのビアンカちゃんか。なんとまあ綺麗になって。私たち結婚したのよね。そうだったんですか。何やらもう胸がいっぱいで。山頂さん、とにかく坊ちゃんが帰ってきたことをおじろうに知らせなきゃ。すでにご存知でしょうが、旦那様はパパス様はこの国の王だったのです。今はパパス様の弟おじろう様が国王になられていますが。さあ坊ちゃん、私についてきてください。有無を言わさず。まあいっか、そりゃそうだよな。
ちょっと一晩休んでからってわけにはいかないよね、さすがに。ねえ、前の王様の息子だからね、言ったら、王位継承権第1位でしょうかって。あ、でも、オジロにも子供いたんだっけ？まあ、わからんけど。コルワさん、ちょっとの、動産されました。重大な報告があり、至急、王に会いたい。どうか、通されたい。はっ。うん。こういう言葉遣い聞くと、なんか、山頂、頼もしいですね。おお、山頂か。何やら、うれしそうな顔。いいことでもあったのかな。実は、王様。なんとパパスの兄上の息子トモキが生きていたと申すか。もうその目はまさしく兄上の奥方マーサ殿に生き移し、あの時の赤ん坊がこれほど立派に成長して帰ってくるとは。あれですね、オジロンさん、あのヒゲの蓄え方がすごいですね。そのヒゲを隣の大臣に分けてあげたらいいかなって思うんですけどね。申し遅れたが、わしはそなたの父パパスの弟のオジロンじゃ。して隣にいるこの美しい女性は。はい、王様、私はトモキの妻ビアンカと。これは一体どうしたことだ。ビアンカちゃん、よかった、ビアンカちゃん気がついたようですよ。そんな体で旅をしてくるなんて。聞けば山の上の村でも一度倒れたというし、もしものことがあったらどうなさるおつもりだったのかしら。そんなにひどいのですか、シスター。ひどいも何もおめでたですよ。へっ、おめでとうございます。もうすぐあなたはお父様になられますよ。これさ、はい、いいえの意味あんのこれ。なんか、はいははいでさ、もうなんか分かりきってたかのような感じも出すしさ、いいえってなんかおかしいじゃん。この選択肢の存在意義がよく分かんないんだけど。まあいいや。はい、はいだよな、普通ね、ここは。そう。ビアンカちゃんじゃねえわ。ビアンカさんのお腹の中に赤ちゃんがいるのです。あまりお腹が目立ちませんが、聞けばかなり育ってるようですね。こいつはめでたい。坊ちゃんとビアンカちゃんの子供だから、きっと玉のように可愛い赤ちゃんが生まれますよ。これ確か子供の髪の色がね、嫁さんの髪の色を継承するんだよね。だからフローラだったら、青い髪になるんだったかな、確か。では私はこれで、どうかお大事に。この人はすぐ帰りたがるね。ごめんね。今まで隠してて。そうかなって思ってたけど、行ったら私のために旅をやめちゃうような気がして。でも、もう一緒に旅をしたいなんてわがまま言わないわ。体に気をつけて、きっと丈夫な赤ちゃんを産むわ。好きよ。いやー、なんか私すごい罪悪感に苛まれますね、これ。おっちゃん、おめでとうございます。まったく、死んだと思ってた坊ちゃんが帰ってきてくれて。しかも、お嫁さんと、もうすぐ坊ちゃんの子供まで。この山頂、今日ほど嬉しい日は。で、わしはどうすればいいんだい？あ。ビアンカにちょっと着せてあげたいですね。で、王様のとこに行ったらいいのか、ひょっとして。王様どこだっけ？王様？とりあえず、ちょっと話を進めたい。下に行くか、とりあえず。あ、いた。あ、ここに階段があったのか。おお、すでにシスターから聞いたぞよ。めでたい限りじゃ。そこで、お前に話したいことがあるのだ。ささ、こっちへ。実はな、わしは、そなたに王位を譲ろうと思うのだ。
おじろんも、私に何の相談もなく、突然何を言われる。お前に相談する必要ねえだろ。王様はおじろんなんだから。お前みたいなハゲに何を相談するんだよ。私ね、基本的に大臣は悪い奴しかいないっていうこう、持論を展開してますからね。あ、まあ、いいではないか、大臣。わしはもともと人がいいだけで王の器ではないのじゃ。あー、なるほどね。要は、オジロンだったら大臣が結構好き勝手できるんだろう。だから、こう、大臣にとって都合のいい王様だったのが変わっちゃうのは困るってことか。そうはさせるか。兄上の息子が帰ってきた以上、王位を継がせるのが道理というものだ。そこまで言われるなら。しかし、代々王になられる方は、試練の洞窟に行くのが我が国のしきたり。だが大臣、昔と違い、今では青洞窟も怪物たちが。どんなことがあろうともしきたりはしきたり、守っていただかぬと。こいつ殺す気だよね。こいつ、絶対生きて帰ってきてやる。そこでそれもそうかっていうあなたもどうかと思うんですけど、もうちょっとこう強く出てもいいんじゃないかな。王様なんだから。ちょっとこう、あれですね。いろんな人の意見を聞きすぎるっていうこう、まあ、多分、トップじゃなくてこう、ナンバー2とかね、その辺が似合うんじゃないかな、この人は。というわけだ、話は聞いたであろう。わしはその他に王位を譲りたいのじゃ。頼む、試練の洞窟に行って王家の証を取ってきてくれ。そしてその時こそそなたに王位を譲ろうぞ。試練の洞窟はこの城の東、森の中じゃ。とはいえ、今日は長旅で疲れておろう。出発は明日にし、今夜はゆっくり休むやよい。ちょっと試練の洞窟に行く前にですね、オークキングを仲間にしたいですね、できれば。私は大丈夫よ、だいぶ元気になったみたい。というわけで、ちょっとですね、ここ馬車ないんだよね。外に出るか。あ、その前にセーブしたいな。このハゲ。こいつ、ちょっと待って、後ろから話しかけても、反応したわ。トモキ殿が先代パパ僧の子供であることはまだ秘密ですぞ。絶対生きて帰ってきてやるからな、このハゲ。俺が生きて帰ってきた日には、お前、その残った髪全部抜けよ。見てろよ、このハゲ。どうせこれ旅の準備とかできないもんね。結局買い物もできないし、教会で生き返らせたいっていうのもできないから。あー、ちょっとこれ、厳しいな。ちょっと待って。仲間にするにしても、宿屋に泊まれないのか。ちょっと待てよ。よし、まぁ、ちょっと、試練の洞窟、様子見に行くか。よし、とりあえず、ここだったらいける?無理か。外に出ろってか。私、ピエール・コドラン・キングスだな。で、作戦を変えてたっけ?変えてないね。命大事にか。東っつったよね。じゃあこっちだな。あれか。あれですね。あそこに行くまでが大変だよな。あそこに行くまでに結構消耗したらどうしよう。まあ、オークキングが仲間になってくれるか、なんでこんな奴が来るかな。お呼びじゃないですね。どうしよう。まあでも、やっぱりコドランの火炎の息が使えるのは強いね。しかも今回通常攻撃もできるからね。ただ回復ができない。痛いですね。
ちょっと困る。まずいな。急いで帰ってこないとまずいですね、これ。どうだろう。ちょっと、ピエールの MP が不安だから、ベホマンに回復をしてもらおう。うん。この行為は大丈夫だよな。大丈夫ですね。うん。戦闘中は回復ダメだけど、戦闘終わったら大丈夫だもんね。よし。てかよく見たら薬草使えないね。ああ、これは本当にもう一発勝負ですね。王たるべき者、決して争いを許すべからず。互いに背を向ける者あらば、王自ら出向きて正しく向かい合わせるべし。すべては紋章の導くままに。そういう謎解き系いらないんですよ。開くのかこれ。開くね。これか。これって動くんじゃなくてこれか。背を向けるんじゃなくって、向かい合わせるんだっけ？ごめん、ちゃんと読まなきゃダメだね。そうだね、向かい合わせりゃいいんだね。うん。あ、はいはい。そういうことね。あー、簡単じゃないですか。ただ、できれば、敵が出ないことを祈る。うん。いやー、うしょ。あれ？あれ？場所が変わったな。まあいいや。こっちでいいのか？不安なんですけど。もうとりあえずとっとと進もう。宝とかそんなんもういいや。あ、これは？これ石あるってことは、これもしかして石をここに乗せる系？この手の謎解きは、私ね、ウルで、結構やったからね。あれ？うわ！余計なことした、ひょっとして。わしはいらんことをしたのか？あ、元に戻ってる。え？え？どういうことだろう？あ、敵じゃないね、全然。わかったわかった。逆だ。これで、そういうことか。あー、やっとわかった。っていうか、時間かかりすぎ。いやー、すいませんね。お、刃の鎧だ。これいいんじゃない？これは、ピエールにつけてもいいかも。大丈夫だよね、これ。うん。ちょっとね、もうほんとね、何がダメになるかがわかんないね、これ。この縛り。ちょっとほんとさ、この縛り考えたの私だけどさ、もういつ、アウトになるかがわかんないからさ、もう怖いんだよね。あ、これ、さまよう鎧売っちゃってもよかったな。売るのはありですからね。消費すんのはダメだけど、ゴールドを得るのは、OK。あれ？
またなんか変な。ん？一応これ、あ、敵出てきた。敵出てきたんですけど。作戦大丈夫だよね。どうしよう。バキマーはもったいない気もするけど、やっちゃうか。こいつなんか怖いから。痛い。あ、全然効かないわ。そう、それが怖いんですよ。戦闘終わったら呪いって解けるんだっけ。痛いですね。炎のリングてか殴っていいんだよな。そうか、殴っていいんだったら殴った方がいいや。そのさっきの縛りの癖が、こいつから行くか。でコドランは火炎の息だな。やめて、それそれ食らうともしかしたら呪いかかりやすくなるかもしんない。ちょっとほんと今回一発勝負だからこれ。よし。一発勝負なんだけどさ、これよくよく考えたらね、この後のことが、あれ。こっちか。なんかまたあるなぁ。ああ。あら。お前なんだよ。ジャネンバ変身前みたいなやつが出てきたな。殴るか。殴るか。殴って大丈夫なんだね。うん。よし。ああ、意外と火炎が効き、ああ、それまずいっすね。それはまずいですね。後々まで響くよ、その猛毒の切り食らうと。いかん、ちょっとさっきのね、縛りの影響でですね、こう、通常攻撃するのに躊躇するんですよ、なんか。これやっていいんだっけって、こう、ちょっと考えちゃう。いいんだよね。うん。いいはず。うん、いいんだよな。で、戦闘終わったら、呪文を使って回復するのはありなんだよね。うん。まあでも回復するほどでもないな。あ、戻っちゃうんだ。ってことは、この周りに何かあるな。ほう。これもしかしてなんか、殴っていいからな、やっちゃう？やってみるか。殴って大丈夫なんだよね。うん。ちょっともう、殴り恐怖症になってるな。どうせ逃げるけどね。殴り恐怖症ってなんだよ。これいける？あ、なんかいける？いや。またもう、殴っていいんだよね。うん。お、やった。それもやめてください。よし、これで一人死んだよね。よし、で、殴っていいんだよね。うん。ちょっともう本当に、通常攻撃をしていいかどうかの判断が、こう、うまくいかないわ。いいはずなんだけど、なんか怖いね。殴ることが怖くなってるな、本当に。あかんね、これ。進めないわ。ってことは、こっちか？え、でもこれ、ちょっと待って、これ最悪、こいつらやばいぞ、どうしよう。これまずいね。あかん、こいつはちょっとまずい、逃げよう。
これでいけるかな。あ、いけるわ。あ、ちょっと待てよ。なんかボス戦とかありそうだな。呪文で回復するのありだよね。うん。呪文で回復するのありだから。あー、そっか、馬車がないのか。馬車がないのか。ね。全然減ってねえじゃん。じゃあ、いっか。あ、オークキング来た。これは仲間にできたらでかいね。どうしようかな。いや、殴るか。で、火炎の息か。多分、他の奴らは仲間にならないはずだよね。多分。呪いのマスク仲間になったかな？やばいな、全然覚えてねえ。いや、多分呪いのマスクは仲間にならないと思うんだけどな。呪いのマスクは仲間にならなかったはず。痛い。痛いです。あー、先に死んじゃう。よし、あ、残った、うまい。うまく残った。これで仲間になってくれるとありがたいな。確かオークキングって仲間になりやすいはずだから。仲間にならなかったか。くっそー、ちょっと待ってね。減ってるから、大丈夫なんだよね。うん。ほんと怖いな、なんか。恐怖症になってるな。うん。よし。オッケー。よし。あとは出るだけなのかな？いや、でもなんか来そうなんだよな。なんか来た気がするんだよな。やっぱり。悪いが、大きな証を持っていかせるわけにはいかねえな。ともきさんが王になるのを嫌がる者もいるってことよ。知ってるよ、あのハゲだろ。余計なこと言うな。とにかくそいつは返してもらうぜ。返してもらうってお前のもんじゃねえだろ。お前のもんじゃねえだろ。あー、ちょっと待ってよ。シールドヒッポがいるのか。ちょっとめんどくさいですね、シールドヒッポ。確かこいつかばうんだよね。こいつ先にやんないとまずいよね。神田だって寝ないよね、多分。ちょっと試してみるか。ですよね。よし！いいね。は？半分持っていかれましたけど？ちょっと待って、スカラいるわ、これ。ダメだ。HP 半分持ってかれるんだけど。あっぶな！これはまずい。スカラがいる。コドランが脆いから、コドランにやっとこう。そっち攻撃しないで。よし、やった。あおう！マジですかい。ちょっと待って。私は回復できないから、ピエール頼むぞ。いや、殴るか、もう。殴るしかないね。火炎の息より殴った方がいいかもしんないな。殴った方がいいね。やめてください。もうちょっとスカラした方がいいかな。いや、いけるいけると見た。痛いですよ。ちょっと痛いね。いや、いけるいけるいけると見た。あう、こいつなんでこんなバカ力なの。おかしくね。ちょっと大臣本気出しすぎだから。大臣本気出しすぎ。
早く死ねよ裸。この露出鏡面、ちょっと待って、やばい、回復ができなくなるかもしれない。早く死ね、早く死ねよ。まずいですよ。これはまずい。よし、やった、やったけどこれは危険。これは危険だぞ。これリレミットできんだっけ？いけるかな？ダメですね、やっぱり。だよね、カンダタが来るもんね。もう、もう、お前らに付き合ってる暇はないんだ。下手に逃げるよりもやった方がいいよね、だったら。火炎の息で行くか。よし。まあ、通常攻撃ができるだけでもだいぶ楽か。それやめて。ちょっと待って、この呪いって大丈夫かな？この呪いって、教会で解かなきゃいけないタイプだっけ？いや、違うよね。か、ホドラも投げるか。よし。よし。ふぅ。今だったら呪文で回復ができるから、回復しよう。私も回復するか。とりあえず、ちゃっちゃと帰って、ハゲを駆逐してくれる。お前のその、汚らしい髪を全部抜いてくれるわ。くそー。リレミとしてー。だって、息全然出てこなかったじゃん。なんで急に出てくんだよ。これ帰るときどうすんだっけ？あ、象の向きを変えればいいのか。この向きを変えればいいのかな？これで。よし。よし。ふぅ。あれ？なんだと？なんだと？入り口がないじゃないか。は、入り口がない。これか？これを、こうすれば。これで入り口が、入り口っていうか、マップが違うのか。わかりづれえよ。よし。もうちょっと、呪文でルーラーで、もうルーラーで帰っちゃおう。MP もったいない。でも、どうしよう。キメラの翼なかったっけ？あ、でもダメだ。消費アイテム使えない。ルーラで帰ったら MP が62になるんだよね。ただ、日が変わってくれれば、全回復できるわけじゃん。一回歩いて帰るか。違うね、こっちじゃねえな。うん、しょうがない、これはもう MP が MP のこと考えると歩いて帰らざるを得ないね。殴るか。火炎の息あんま効かないんだよね。でもまあ、でもそれやめて。動き呪われるっていうのは多分戦闘があれば大丈夫なんだよね。これまずいな。もうピエールが MP つけてるから、戦闘中回復できる人がいないんだよね。なんとかこう、そして夜が明けたみたいなテロップが出て全回復してくんないかな。ドラクエはこう、ファミリーに優しいと勝手に、なんでお前らばっかりなんだよ。くそ。
そう、火炎があまり効かないっていうのはちょっと痛いな。痛いっす。それやめて。 HP が呪われるって何？ HP が呪われるって何ですか？勝手に減るってこと？痛いです。よし、ちょっと待てよ。これって、境界解かなきゃいけないタイプのやつ？やばい。キングスが戦力外かも、これ。これはまずいぞ。これ呪い、勝手に解けないのか？